埼玉新都心、埼玉新都心、埼玉新都心は埼玉県埼玉市にて東京都心機能の新都心となるべく基とされた業務地区の名称。埼玉新都心都地区各整理事業として大規模な再開発が行われ、観光庁の関東地方出先機関などが進出している。なお、当地区の一部に含まれる同市中央区の町名としても、 新都心が使われている。東京特部以外で首都を保管し地域の中心となるべき都市、業務各都市に旧浦和市、大宮市が指定されたことにより、両市及び旧与野市の間にまたがって位置し、1984年、昭和59年に機能を停止した国鉄大宮、創車場の有効活用として、政府閣議決定により再開発、土地区画整理事業が行われたものである。 新都心整備事業では、未来を担う新都心にふさわしい都市基盤施設として、埼玉新都心駅、地上2階レベルで各施設を結ぶ歩行者デッキ、都市計画道路、区画街路、首都高速道路、ライフラインの共同工、雨水の調整地などを重装、複合的に計画し、整備が進められた。2000年、平成12年5月5日に、 町開きが行われて以降、埼玉県内でも有数のビジネス拠点となり、埼玉市の都市計画でも浦和駅、大宮駅と並ぶ主要ビジネスエリアとして指定され、市により企業誘致が進められている。南北に走る東日本旅客鉄道、JR 東日本東北本線を挟み、東側の地区、片倉工業大宮製作所、跡地周辺。 埼玉市大宮区吉木町と西側の地区、国鉄大宮総社場跡地周辺、同市中央区新都心に分かれている。西側地区には埼玉スーパーアリーナ、欅広場や官民の高層ビルが立地する。埼玉新都心合同庁舎には政府機関、中央官庁の関東地方を管轄とするほとんどの出先機関、各省庁の地方支分部局、並びに 甲新越地方を管轄とする一部の出先機関が設置されている。東側地区には大型ショッピングモール、国運シティなどが所在する。東側についての詳細は国運シティも参照。現在の埼玉県埼玉市中央区新都心とされている場所は、埼玉市が成立する以前は合併以前の旧浦和市、旧大宮市、旧四野市が入り組んでおり、新都心町開き後も2003年。 平成15年の政令指定都市以降まで町名は、上、木崎一丁目、北袋町一丁目、並びに、上落合二番地とされていた。政令指定都市以降に伴い区が設置され、東北本線より、西側の全区一期が、旧与の市域と共に、中央区に編入され、東側は大宮区となった。また同時に、九州の町名が混在していた西側地区が、 埼玉市中央区新都心に統一された。外区の位置と所在施設を開設する。太字は、施設番号である。E-17.18 は新都心の再開発区画外であるが、片倉の敷地内であるため案内では含まれている。このほか埼玉市中央区に、埼玉地方法務局と東京入国管理局、埼玉出張所があるが、これらは、埼玉新都心の区画外。 埼玉第二ホーム総合庁舎、中央区下落合五丁目にある。外区を分ける各道路は、ほとんどが完成4車線、一部暫定で整備されており、ライフラインの地下共同港及び雨水貯水槽も道路地下に建設された。また同時に、新都心周辺の国道、県道、市道の拡幅整備と共同港整備が進められている。 埼玉新都心の各主要施設は2階レベルで設置された人工地盤及びペデストリアンデッキ、歩行者回廊で結ばれており、新都心の特徴の一つになっている。デッキは南北方向に大宮鉾杉橋から埼玉スーパーアリーナの外周、ケヤキ広場を経て、ランドアクシスタワー、合同庁舎1号館、2号館、検査棟、ブリランテムサシノ、ラフレ埼玉、 埼玉新都心郵便局、日本郵政埼玉ビルまでを結んでおり、1外区から8から3外区まで、地上の道路を歩かずに通行できる。また、東西方向には、欅広場から埼玉新都心駅を経て、国運市揮国運に位置駐車場のある16外区まで、及び北与野駅まで、北与野デッキが伸びており、新都心の外区のほとんどを網羅する、空中回路を形成している。 外区内の公園である地上のガツの広場、セセラギの丘とは一体化している。デッキや通路、これらの公園にはアートの街、埼玉を目指して彫刻等の様々なアートが屋外展示されている。ほとんどのデッキには部分的に屋根が設けられており、雨天でも傘を差さずに歩けると同時に、デッキの全てを屋根で覆わないことで開放的に作られている。 また一部の歩行者通路はビルと一体化している。要所には地上とを結ぶ階段のタイレベーターが設置されている。埼玉市イントシンは2000年、平成12年の町開きから数年のうちに核外区が開発されたが完成まで10年以上かかったものもある。2011年、平成23年より埼玉県と埼玉市は 8から 1A 外区において、同市中央区の埼玉赤十字病院605床と、岩月区の埼玉県立小児医療センター300床、の移転を行い、2016年度に開院した。当時、両病院とも2015年度までの老朽更新、耐震化が必要とされていること、県南部の高度医療、三次救急を担う赤十字病院と、 小児医療専門病院を隣接して設置することで、地域医療の充実を得ること、東日本大震災を受け、防災基地機能を持ち、大規模避難施設となる、埼玉スーパーアリーナや、国の観光庁が入る合同庁舎が並ぶ地域に、災害拠点病院の赤十字病院などを置くことで、被災者への迅速な救急救命医療を実施するなど、広域防災拠点の強化につなげること等を、 目的として、統合移転に近い形で、埼玉新都心に移転設置することとした。敷地の北側、1.4ヘクタールに、赤十字病院、地上14階地下1階、高さ78メートル、南側、1ヘクタールに、小児医療センター、地上13階地下2階、高さ70メートルが置かれる。両病院は別の建物となるが、地下1階から地上2階、 4階から6階が渡り、廊下で連結される。1階には、救急車搬送に対応した救急救命設備を別個に置く。外来受付は2階に別個に置くが、外来用エントランスは、他の外区や駅に接続するペデストリアンデッキに面した両病院の間において共用する。また2階には、新都心の賑わい喪失に貢献するため、デッキに面して、 店舗を併設する一方、デッキ自体は災害時のトリアージの実施スペースとするため、広く確保される。両病院ともに4階に手術室、6階等に会議室や図書室、研修施設を合わせて設置して、双方の医師やスタッフの連携を行う。院内保育所、職員の食堂やラウンジは共同利用とし、地下1階のサービス車両動線も共用する。 それぞれの上層階に置かれる一般病室は赤十字病院が632床、小児医療センターが316床にそれぞれ拡充する。また一部屋あたりを拡大し、バルコニーやテラスを緑化、屋上庭園の設置などを行い、居住性を改善する。小児医療センターでは患者の家族用宿泊室をドナルド・マクドナルド・ハウス埼玉として7室に増加。 外来用待合室やラウンジも拡大する。赤十字病院の屋上にはヘリポートを設置し、救急、防災ヘリコプターで運ばれるような特殊な患者に対応し、救命集中治療室、ICU を増強して、高度救命センターを目指す。また、一般病室の個室化の拡大、がん治療能力の拡大が行われる。小児医療センターには、 埼玉県施設として以下の施設が併設される。新都心のシンボル的な業務商業地区としていた8から1、映画区、南側中核施設群、都市再生機構が約1.46ヘクタール、埼玉県が約0.74ヘクタール、埼玉市が約0.2ヘクタールを保有する、約2.4ヘクタールは町開き以前よりシンボルとなる。 超高層ビルの構想があり、1998年、平成10年には、県が高さ531メートルの超高層ビルの建設構想を発表したが、景気低迷で実現せず、町開きから10年以上も空き地のまま、臨時駐車場とされてきた。埼玉県、埼玉市は2004年、平成16年に、地上デジタル放送用の600メートル給電波塔を 埼玉タワーの誘致活動を開始し、東京都墨田区と共に有力候補とされていたが、地上の住宅等への電波障害が約14万世帯に及ぶと想定され、これは墨田案より約7倍の規模に達し、その対策費用もより驚愕になることなどを理由に、落選2006年平成18年3月31日に在京民放6社と NHK が、 東京都墨田区の東武鉄道本社臨設地の貨物駅跡,跡にタワー東京スカイツリー建設を決定して白紙となった。埼玉タワーの先行に敗れた後埼玉県埼玉市都市再生機構はシンボル構造ビルを各企業団に対して募集した。8から 1A 外区の土地利用方針の基本目標を人、物、情報が行き交う。 工事複合機能拠点として、工事の業務集積、首都機能の一翼を担う、業務拠点、賑わいの創出、回遊性のある街、シンボル性、埼玉新都心の顔作り、ビジネス支援、交流、人材育成、安心、安全、生活支援、ゆとり、くつろぎ、文化創造の5つを重点とし、開発事業者の選定方法は、提案重視型公募とした。 具体的な導入すべき都市機能としては民間事業者が担う機能として業務各都市にふさわしいオフィスビル、回遊性と魅力ある商業施設、民間事業者の創意工夫による眺望性やシンボル性など付け価値を高める機能、埼玉県が担う機能として埼玉スーパーアリーナを保管をするコンベンション施設、中規模展示場、イベントホール、会議室、公共駐車場等、 埼玉市が担う機能として新たな賑わい創出の拠点となるとともに、鉄道博物館などとの連携が図れる集客性が高い施設、埼玉市のサッカー文化を全国に情報発信し、埼玉新都心における賑わいを創出するサッカーミュージアムを前提として、公募における応募者の提案を踏まえ導入機能を最終決定をそれぞれ整備することとした。2007年、 平成19年の募集により、MND 埼玉、三菱自所、新日鉄都市開発、大英武道産の3社による、グループ、三菱商事、マルベニグループ、ヤマト、オリックス不動産グループの3社の提案を受け、同年内に MND 埼玉の提案に決定し、2008年、平成20年5月20日に契約した。開発主体として、MND 埼玉を構成する。 企業グループが出資する埼玉新都心開発特定目的会社が設立され、また厚生企業として鹿島建設が新たに参加した。当初2009年平成21年12月の着工、2012年平成24年12月の竣工予定だったが埼玉県と埼玉市は当初は171メートル36階建ての計画だったビルについて 県内再構想とすることを要求したことから、高さ186メートル、地上38階に積み増しされた。この計画変更により、2013年、平成25年5月の竣工に延期された。ついで、2009年の埼玉市長交代によって、市のサッカープラザ計画が不透明になり、着工が1年前後遅れることとなった。この間に、 2008年末からのリーマンショックによる不況で不動産市況は悪化していた。企業グループが計画の見直しを求めたことから、2010年平成22年6月まで県、市、機構、企業グループ間で協議が行われてきたが、企業側がビルの規模を大幅に縮小することを要望したため、合意に至らず、同年7月5日に計画の白紙撤回が発表された。 4外区の北東角地、NTT ドコモ埼玉ビルの隣は、JR 東日本により、複合ビル、JR 埼玉新都心ビル、高さ96.83メートル、地上20階地下2階が建設された。地下に駐車場、地上に保育所、低層にレストランや商店、中層にホテル、ホテルメトロポリタン埼玉新都心、高層にオフィス、 主に建設した大和ハウスグループが入る、最高層に結婚式場が入居する。計画は2014年、平成26年11月に発表され、2015年、平成27年5月に着工、2017年、平成29年6月13日に開業した。かつては JR 東日本が仮称埼玉新都心ホテルとして25階建て、 高さ100メートルの高層ホテルを建設する予定であり、当初計画では2001年、平成13年着工、2003年、平成15年の開業を予定していた、当時発行の地図にも建設中として描かれているが、着工直前に中断、以後は空き地のまま放置され、資材置き場となっていた。階層は低くなっているが、約15年経って、ようやくの実現となった。 新都心6マイクと新幹線最強線高架橋を挟んで西側の国道17号に面した区画中央区上落合地内1.4ヘクタールでは新都心の都市計画道路新設に合わせ埼玉県による区画整理事業が行われた事業期間1998年から2001年新都心と先行して区画整理 再開発が進められた北与野駅周辺地区、アルーサ北与野の,の間をつないでおり、一体化した都市を形成している。ただし、電線の地中化は行われていない。地区内には以下の施設がある。新都心8から3倍とが行くと、西尾通りを挟んで対面した西側一帯の地区、裏アーク城木崎一丁目、4.1ヘクタールでは、2002年、 平成14年まで存在した日本信号用の事業所、跡地周辺で区画整理組合志向により土地区画整理を行った事業期間1999年から2003年、地区内に以下の施設がある。新都心東側地区の南側、大宮区北、袋町、三菱マテリアル総合研究所跡、約15.2ヘクタールでは、 新都心との一体的整備を目指した北袋町一丁目土地区画整理事業、事業期間2015年から2017年度が割れた。総事業費は約47億円。当初は三菱マテリアルの単独事業で都市再生機構が事業コーディネーターとして関わる形だったが、後に土地を購入した企業も参画した形に改められた。 区画整理事業を対象は、跡地のうち、先行して売却した、造幣局、埼玉市局、埼玉県警察、大宮警察署、都市再生機構が整備し市に上とした、防災都市公園、埼玉新都心公園用地を除く11.7ヘクタールで、南側の約2.5ヘクタールを、自社用地とするほか、埼玉新都心駅に近い西側の旧中線道側、 約6ヘクタールを民間向けの商業、京務地区、埼玉新都心公園に隣接した北側の約1.5ヘクタールを市の公共公益施設、バスターミナル等を計画とし、区画街路の新設と周辺道路の拡幅、外区公園の整備も行われた。2000年、平成12年に三菱マテリアルより研究所の整理縮小と再開発の方針が、 発表されたが、研究所敷地から放射性物質が検出された。大宮原炉跡地放射性廃棄物汚染ため、長期間の土壌浄化が実施された。三菱は当初、敷地の北半分を再開発する方針であったが、汚染が敷地全体に広がっていたことから、業務を大幅に縮小して、敷地内の建造物の大半を撤去し、土壌浄化を行った。2012年、 平成24年度に浄化を終え、自社用地、当初2.3ヘクタール、後に2.5ヘクタールを除く敷地の大半を売却する方針を発表した。同年9月には敷地の東部を造幣局と埼玉県警に売却した。2015年平成27年3月30日に自社単独による土地区画整理事業が都市計画決定し、6月5日に 事業計画が決定して着工した。同年3月中には、敷地を南北に貫く道路の予定地に、仮設の歩行者道路開放され、敷地の暫定活用として、2014年、平成26年からは自転車レース、ツールのフランス埼玉クリテリウムのイベント、2016年、平成28年9月には、旧都県市合同防災訓練提供した。 2017年7月までに道路等のインフラ工事が完了し、11月7日にすべての道路と外区広場3カ所が開放された。2018年平成30年時点で以下の施設が建設された。また、以下の施設が予定されている。なお、シティテラス埼玉新都心の南端からビバモール埼玉新都心の間は、規制の小立て住宅地に接しているため、 西大通り沿いに境界フェンスが設けられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。